でまあそうですねマッチングアプリどうですかねまあ聞くところによるとねそれは、えー、まあ出会い系なんかほら可愛らしい女性がねそのまあかわ愛ら,らしさを武器にですね、えー、まあこれは女性に対してですけど可、ね、愛らしさを武器にですね、えー、まあ交際相手なり結婚相手を探そうとする、はい、でそこにはまるとですねこれは交際まで行っても結婚まで 行かないい可能性が高いわけですよなぜかというと男目線からするとですね私若くて可愛いでしょだから付き合う価値があるのよっていうムンムンとそういう感じで来られると多分ちゃんとした男の人は結婚したいなって多分思わないと思うんですよ。これね以前ねあの番組でね紹介したことが <laughs> あったんですけども 何年かに一度盛り上がる小話があるんですよ。モルガン・スタンレーの CEO に、まあこれ、実際モルガン・スタンレーの CEO っていうのも、まあちょっと盛られてた話で真実じゃないらしいんですけども、なんかどんどん改良されて精度が高くなった小話があるんですよ。ちょっと読みますね。えー、自称美女から金持ちと結婚するにはどうすればいいのっていう質問に対して JP モルガン、 の CEO から秀逸な回答があったというねはい <laughs> ちょっとそれ読みますよまず女性側の書き込み正直はっきり聞きます私年収4000万円以上の男性と結婚したいと思っているんです今私は25歳で見た目は結構可愛いと思っていてスタイルも良くセンスもいいと思う欲張りと思われるかもしれないけれどニューヨークでは年収が8000万円という男性もザラだし妥当かなって それでこのフォーラムに来ている人で年収4000万円以上の人っていますかそれともみんな結婚してるんですか実際に年収2000万円の人とは付き合ったことがあるんですけどそれ以上の人と出会いたくって私が憧れているニューヨークガーデンってところで暮らすことを考えると2000万円の収入じゃ少ないんですだから少し聞きにくいんですけどいくつか質問です、まあ、ちょっとこのバカっぽい感じがまた面白い、ね、リアリティがあって面白いんですけど1 リッチで学習を持っている人っていうのはどこで遊んだりしてるんですか,かできればレストランの名前とか具体的なバーやジムの名前を教えてください。2番どれぐらいの年齢の人を狙ったらいいですか ?3 番どうしてお金持ちの奥さんって見た目が普通な人が多いんですか何人か会ったことあるけどはっきり言って普通以下の人もいるなぜなんでしょうか ?4 ズバリお金持ちの皆さんはどうやって結婚する女性を選ぶんですか はい、これに対して JP モルガン CEO の回答皆さん心して聞いてください大変興味深く読ませていただきました実際あなたのように考える人は少なくないと思います私は年収4000万円以上あなたの希望に沿ってますからプロの投資家としてお答えさせていただきます要約するとあなたは美しさとお金を交換しようとしています すると、そこには一つ重大な問題が発生します。私の収入は年々増えていきますが、あなたの言う美しさは年々目減りしていくということです。私は魅力的な財産ですが、あなたは値下がりする資産。それも急激に下がっていくことは間違いないでしょう。ウォール街ではどんな取引にも短期保有というものがあります。 売買するものの価値が落ちると分かれば、私たちはすぐにそれを売ってしまいます。長期保有することはないのです。しかし結婚とは、あなたを長期的に保有することなのです。少し言い方が悪くなってしまうけど、あなたを資産として考えたとき、短期保有の方が賢い選択です。もっと言えば、レンタルで十分保有する価値がありません。 年収4000万円を稼ぐ人はバカではないのであなたとデートすることはあっても結婚することはないでしょうさてアドバイスするとしたらお金持ちと結婚する方法を探すよりもご自身がお金持ちになってはいかがでしょうかこの答えが少しでもあなたの役に立てば幸いですそうそうもしあなたがレンタルに興味があるなら私にご連絡ください <laughs> <laughs> すごいよねこれねそうなんですよだからねちょっと中途半端に可愛かったり綺麗だったりするとチヤホヤされるわけですよねおそらくマッチングアプリでもそれで私選べるんだなぁなんて思ったら大間違いでみんなレンタル目線で来てるだけだというね長期保有はそれまあ 外観全くないとは言えないけども、やっぱ結婚相手って,って思った時に、いや、やっぱいろんなことをやっぱり考えますよね。まあそれはお互い、男も女もお互いだと思うんですけども。えー、だからちょっと外見が可愛いから綺麗だからって、ちょっとチヤホヤされてるのは要注意ですよ。ほんとそこにはまったら、もう結婚なんかできなくなってしまいますからね。はい。というわけで、それでいて、あの、ね、えー、まあ、 ハイエナみたいのがね、狙ってるわけですから。久しぶりにね、えー、やりましたね。短期保有。レンタルで十分です。きっつ、きっついですよね。そうそうそう。やっぱ賢い人はね、いくら自分がね、若かろうが、可愛かろうが、そんなんでね、それを武器になんていうふうになんないですよ。<laughs> はい。 そこで勘違いしてはいかん、いかんということですね。